皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は私がやっている歌イーストというユニットのオリジナル曲、眠りにつく前にという曲をですね、皆様に解説させていただこうかなと思います。というのも、まあ、ただいま私たち歌イーストは歌イーストコンテストなんていう企画をやっておりまして、まあ、ぜひともですね、その歌イーストのオリジナルの曲をコピーしていただいて、カバーしていただいて、なんかこの YouTube にアップロードしていただきたいなという思いがあるので、まあ、こんな感じで弾いているよというのを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。お手元もズーン、バーバーバーンとお見せしながらやっていきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じでございます。とりあえず眠りにつく前に、結構簡単なんですけども、ちょっと順番にやってみましょうか。まず、イントロ。F メジャーセブンスからスタートです。親指で6弦の1フレットを押さえて、1-3-3-2-1-0。F メジャーセブンスから、F マイナーシックス。こんな感じで、1×3×1×3×1×3×3×というボイシングをします。中指とか小指の中とかを使って5弦と1弦を目指しましょう。で、その次 E マイナーセブンスに行くんですけども、0-2-0-0-3×1弦を目指します。で、その次 Am7 ×0201×0201× その次 Dm7 は××0201××0201× で、その次3-2-0-0-0×また Em7 と Am7 は一緒。0-2-0-0-3×Am7 は×0-2-0-1×。そんな感じのフレットになっております。ちょっと聞き逃してしまったら、もう一回巻き戻しをして確認をしてみてくださいませ。これらを一回コードだけバッと弾いてみると、こんな感じ。F メジャー7です。Fm6。Em7。で、Am7。このトップノート、Am7から G7 から G。で、その次、Em7から A に。このトップノートが、ここに行くように、このトップノートを、調整するわけでございます。このトップノートが、ね、そのごちゃごちゃになってしまうとね、その、わけわかんないことになっちゃうので、しっかりとこのミュートと、開放弦を鳴らすところはしっかり鳴らすという感じにして、そのトップノートを大事にしていただければなという感じです。で、これをカッティングしていきます。で、最後にちょっと Am7 on G とか入れて。入ったときにそのコードは全く変わらないです。ちょっとおとなしくなる感じ。あんまりトップノートとか鳴らさないようにして。あんまりそのギターが目立たないように、ちょっとボーカルが入るような感じにして、ちょっとこの手書きにすると。で、Aメロ終わったら。Aメロ終わったらしっかりとこのトップ音を出していく。で、またAメロ。メジャーセブンスからスタート、F メジャーセブンス。さっきと全く一緒ですね。1-3-3-2-1-0。1-3-3-2-1-0。で、その次、1-2-0-0-3-3。1-2-0。1-2-0-0-3-3。
インセブンス020033。A マイナセブンスから音時、また F マイナセブンス、続き G4F でまた E マイナセブンス、で A セブンスサス4、こんな感じです。普通にそのコードをジャガジャガしてるだけなんで、そんな難しくはないかと思うんですけど、どうですかね。F メジャーセブンスからスタートして、で、G4F。その感想っぽいところが出てくるんですけど、ここはまあそのもろ B メロって感じです。普通も B メロそのままちょっと激しめにガシャ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 と、弾くような感じですね。たまにそのあえてそのピッキングのスピードを落としてその手首とか使わずにできるだけその腕でそのねジャガ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 とちょっとジョンガラっぽい感じで弾くときもあったりしますが、その辺はまあ気分次第ですね。このピックのスピードが遅いと、そのちょっとこの稲田い感じ、なんかもったりした感じが出てくるんですよ。これ手首使っちゃうと、そのこのシャープでソリッドな感じになるじゃないですか。でもそうじゃなくて、こう手首あんまり使わないようにして。まあ、こんな感じで、たわしをこするような感じでね、ガシャガシャすると、いなたい感じになって面白いかなという感じです。で、その後にそのサビがまた来るんですけれども、ここがその落ちサビになるんで、ちょっとおとなしめに弾きます。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。このところがあるんですけども、ちょっとやってみましょう。まず最初は、バツバツ301。バツバツ301。コードネームでいくとすると、F アド9ってことですね。バツバツ301バツ。で、これをあんまりこのガシャガシャせずに、ちょっとそーっと。で、小指を、逃げのサンフレットにつけて、バツバツ303バツにします。まあ、GOF ってことです。余弦の音を2フレットに持っていって Em7th にします。バツバツ203バツってことです。で、その次は普通に Am7th 音時。この時にその結構低音が出やすいので、なんていうのかな、そのこの辺ってそのベースの音がさ、その、ね、ここのファンの音がさ、そんなにこう高い音じゃないじゃないですか。このね、このいろいろと薄い感じというか、その軽い感じの演出できるんですけども、ここでその、このラウンドが来ると、結構その低音が低くなっちゃうんで、あんまり出さないようにした方がいいかなって感じですね。ここであんまりこのラウンドをしっかり出して、さらにこのソロともしっかり出しちゃうと、すごいこの、またね、結構軽く薄くチェーンスケをね、一見ガッツリ強い感じになっちゃうんで、できるだけその薄い感じになるように、あんまりこう鳴らさないようにピッキングすると良いかなという感じです。できるだけ薄く、薄く、薄く、軽く。
また同じように F は上から G を抜けで、この辺からまあこんな感じでそのわーっと持っていくんですが、 F は9で G を抜け、このくらい、この辺から Em からこのシノドを鳴らし始めて、やばいな、本日、ちょっと盛り上がっていくような感じです。で、次のやつ、あとでしょ、あとは同じような感じの繰り返しです。ちょっとそこのところやってみましょうか。もう一回、F は9弦とすると、小指、中指。流れでございます。あとはもう普通にもうずっと繰り返しでできると思うので、これでもほぼほぼって感じですね。どうでしょう。ちょっとまあそんなミュートとかが難しいかと思うんですが、まあ言ってみればそのコードをジャカジャカしているだけなんで、歌い手の曲の中ではかなり簡単な方かなと、思います。なんかこう繰り返しも多いですしね。まあ、コツとしてはそのダイナミクスを、ね、いかに大事にするかってところですね。そのサビとか、ね、A メロとかそのいろいろ行ったり来たりするんですけども、その6本の弦でさ、その出せる厚みっていうのがあるわけじゃないですか。で、その出せる厚みをその 100% としたならば、そのどこにその 100% を持ってくるのかっていうのがすごく大事で、このバランスも気をつけていただきたいんですよね。最初の A メロとかはもちろんその 30% 40% ぐらいすごいちっちゃいわけじゃないですか。で、最初のサビでいきなり 100% バーンといくんじゃなくて、ちょっと60ぐらいで済ますとか。で、そんな感じでその間奏ぐらいに入ってたらその80、90ぐらいにして、一回落ちサビで、それまたこう10とか20とかにして、で、その後にこう 100% がバーンってくるように、盛り上げどころを、持っていくという感じですね。そんな感じで、その、どこにその 100%、この6弦、6本の弦で表せるその音の厚みが全開出せるところ、ちょっと日本語になった。なんとなく言いたいことは伝わるかと思います。そんなことを意識すると、だいぶ重くなってくるかなと思うので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずはそんな感じでしょうか。ちょっとまあざっくりとした説明になってしまいましたけれども、わかんないところがありましたら、ビデオを巻き戻したりとかして、いろいろと確認をしていただければという感じです。そんな感じ。それでは、歌い手コンテストの方、ぜひ皆様参考をお待ちしております。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。